ってる？おい！大丈夫？それズボン履いてんの？それ。ありがとうございます。いただきました。垂直岩盤。垂直岩盤は。いや、バスだとしたらやばい。動いてん？いや、なんか、わかんないけど。バスじゃなかったら、何があるんだろう。立ち木に絡まれるパターンかな。のバスだ。でかい。でかい。タモを。メクタさん、いけるかな？まだが。ちょっと元気すぎる。いや、スピニングだからすごい慎重に。いくよ、メクタさん。救える？いや、無理だ。もう一回。いける？おい！ありがとうございます。付き合っていただいて。Thank you！ イエーイ！デカバス！ほう！釣れた！あるね、多分。おお！サニーブロスのワーム丸飲み。はい、もうゴンブト。でね、ドープクローラー。でかい。マッキーネコセッティング、じゃあね、サイズを測って逃がしたいと思います。いや、はい、釣りガールにもちょっといいところ見せられたんじゃないですか。初めてそんなでかいバス見ましたよ。ありがとうございます。サイズ落とさないでね、はい、ほら、危ないよ、危ないよ。51、ルアーはこれね、ドープクロール。久しぶりの50アップ。やった、よっしゃ。いやー、ありがてえ。じゃあ51ドープクローラーお願いします。メグタさん、これ最後のプロトタイプ1個同じの渡しとくんで、ドープクローラーって言います。ネコリグかノーシンかワッキーかダウンショットで使ってね。今日は2匹ともネコリグで、お尻がね、そのなんつうかビローラーみたいにピューって動くからね、すげえいい感じで、あと塩入りだからポーンって飛んでっから使いやすいと思うんで、ちょっと時間があったら試してみてください。おい、
はい、というわけで帰ってきました。久しぶりの50アップっていうことでね、ライトラインでかけたんでヒヤヒヤでしたけども、なんとかですね無事に船に上がってくれて、でその釣る原動力となったのがですね、これがですねサニーブロスっていうメーカーのドープクローラーっていうワームなんですね。こんなストレートワームで、でこれまだ売ってないんですよ。2019年にキープキャストぐらいからですね、本格的にデビュー予定っていうことで、まあ、YouTube をしている関係でひょんなことからですね知り合ったですね、ここのメーカーさんにちょっとね新しいワーム今作ってるんで試してみてくんないかって言われてですね、でまあどんな感じなんだろうって思って使ったところ、ちょっとね開封してまずまあ1頭目でね1匹釣れて、ああ具合がいいななんて思って、でちょいちょいね猫リグっぽいポイントとかでこんな感じで猫リグ仕様にして打ち込んでいたんですけども、51センチ、まあね50アップね、釣ることができたっていうことで、でまあセッティングなんですけども、はやぶさのねフィナーの TNN のこのネコリグ用のね針ね、でパーフェクション、ここにスイベルがついていて糸よれ、しないよしづらいよっていうね、これでこうオフセットネコリグみたいな感じでこう針先をここにちょんと隠して、でこんな感じの仕様で垂直岩盤で、結構立ち木とかね水中のねブッシュが多いので、こんな感じの根がかりしづらいよっていう感じのセッティングにして、でね重りは確かね 2g、 1.8g ぐらいかな、ダイワのネイルシンカーだと思いますけど確か 1.8g だったと思うんですけど、少し、まあ大きめのねやつ、これで、投げております。こんな感じで先端に入れて、でこれを入れたりね針を刺したりするときにすごい感じるんですけども、このねドープクローラーすごいね塩がぎっしり入ってるんですよね。よーく見るとねちょっとね透けて見えるぐらいなんですけども、結構ね塩ががっつり入っているんじゃないかなという感じで、それでもって、まあ結構ね張りがある、絶妙なね、そんなに柔らかすぎって感じじゃなくてちょっと張りがあって、でポイントがですねこの後ろに2つのこの小さなテールがついていて、これね1日使ってたらちょっとちぎれちゃったんですけど、本当はもっと先端がピーンとね先まであるんですが、ここら辺を今ね工場と調整してですね、もう少し、丈夫な太さね使っててもう少しちぎれにくい、太さに変更する、そういった今最終調整を行っているっていうことなんで、でここら辺が完成して、まあ、パッケージなんかも完成してきたらいよいよ、発売開始っていうことになるみたいなんですけども、まあ釣れ線のこんなラメの感じもいい具合で入っていて、で、サニーブロスさんということで、この前ウォータルス旅団さんのね釣り大会、盛大に行われた釣り大会なんかでメジャーね協賛してましたよね。そのサニーブロスさんのメジャーで、写真撮って、でそれを送って勝敗を決めるってこういった感じの釣り大会やってて、まあ、ちょいちょいね名前が出てきたりしてるんですけども、まだまだね自分もね調べてみてるんですけど、まあ、ツイッターがあったかなとかね、ほんとねサニーブロス、まあ、あとねこの他にねもうちょっとねワームがあったり、あとはシンカーを準備していたりするみたいなんですけど、ちょっとねまだまだ謎のメーカーなんで、情報がね入り次第ねまたこうやって動画でお知らせしていければいいなと思うんですけども、何にしてもどんな感じなんだろうな、使ってみてくださいって言われてもなんて思ってね投げてたらね結構速攻で大きな魚が釣れてくれたんで、非常にですね自分の中ではなんかお気に入りのメーカーになっちゃいました。またねチャンスがあったら投げていこうかななんていう風に思うんですけども、まあワームのところはこんな感じでねやっていて、でタックルがね久しぶりに引っ張り出してきたジャクソンのねデュナミスですね、デュナミスのザ・ソリッドウェポンスーパーフィネスでね、このフルソリッドの竿なんですけども、長さが
5フィート10インチで UL の AS っていうモデルなんですが、ここまでねソリッドで無垢の素材でぎっちりと入っていて、でもうちょっと柔らかい番手のやつとかも持ってるんですけどね、あの最近の三島港ほんとねでっかい魚がいっぱい釣れてるんで、もしね大きな魚かかった時はまあちょっとこのね、あの少し強めの番手の方が安心してやり取りできるなっていうことで久しぶりに使ってみたんですが、まあフルソリッドねいいですね。こうグイーンとね竿を全体的に曲げて、であとはまあラインを信じてですね、あとドラグを信じて待っていると、こうああいう少しブリブリの魚もですねグイーンとねトルクで浮かしてくれるっていうことで、まあ独特な感じですけどね本当、使いやすい。でこういった最近あの短いレングスのね竿って少なくなっていますけども、5フィート10インチで開いた、まあちょっとねダムの細かいところにピシピシと打ち込んでいくときなんかはすごいシャープにですね、軽快にすることができるんで、まあねここぞっていうとき、あとこれスモラバーを使ったりするんですけどね、スモラバー、猫リグ、あとちょっと重めのダウンショットなんか使うときにこの510の ULAS っていうやつですね、これを使っておりまして、リールはシマノのコンプレックス 2500HGSF6 っていうことで、これねここにあのドラグが瞬時にねあのチリチリチリって緩められるラピッドファイヤードラグとかがね搭載されているっていうことで、久しぶりにねちょっとビビるサイズっていうかね、これでかけるとねおおっていうサイズがかかっちゃったんで、まあそんな時もね結構安心感のあるねドラグの手とね、まああとね糸の方もこれね確かね3ポンドか 3.5 ポンド巻いてあったんですけど、まあ三島っ子ちょっとでかいのが釣れるかもしれないってことでフロロカーボンの4ポンドに変えてね、それでやってみたところいい魚がかかってくれて安定したファイトができたなーなんていう感じなんですけど、タックルの方はねこんな感じで、やっておりましたね。でまあアクション的には入れてねスーって沈めて、その時点で糸がね走れば、儲けもんなんですけども、まあ糸が走んなかったらそのスーって落とした先でちょんちょんちょんクリクリクリって巻いて、ちょんちょんちょんクリクリクリって巻いて、こうねこの多分テールがピリピリ動きながらちょん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 って感じのを繰り返しやってたら、結構ね当たりははっきり出たんですけどね、ゴンゴンゴンでね、デカバスがかかったっていうことでね、あのファイトのところ見ると2回ぐらいね船の下に突っ込まれちゃったんですけども、まあそこはねボートなんであのエレキでこうなんていうんですかね回転しながら魚を、自分のボートより沖に出して、でまた下に潜り込んでいこうとしたらまた船を回して魚を自分の位置より沖に出して、あとはもうこのねフルソリッドの曲がりだけを信じてね、あとはずっとこうチリチリ巻いていたら根負けして徐々に徐々にね上がってきてくれるって、そんな感じなんですけどもね、まあスピニングで久しぶりの大きな魚なんで、ぜひねどんな感じでファイトしてるのかなんていうのですね、見ていただきながら、結構ねギリギリのファイトだったんで久しぶりにすごい楽しむことができました。でまあこのね、ドープクローラーですね、まあこの色はね3本ぐらいもらって、ラス位置はねメグタスさんにちょっとあげちゃったんですけど、あとね何個かねこれ使ってみてくださいと送ってきてくれたのがあって、まずねこれねスカッパのみたいなカラーね、茶色の濃いめで、これそうですね、この本当はねこう繊細なこの先端のところがこう先の方までピーンってね長いんだけど、今このプロトタイプの状態だとすごいね薄く仕上げてあるんで、ここがね使ってるうちにちょっとギルに食われてるのかな、なんかちょっとちぎれやすかったりするんで、ここを今最終調整中って、まあ、先端の方までね塩がねぎっちり入っているんで、まあ、ここら辺を今調整しているっていうことで、で結構ねシンプルな形状なんですけども、なんかね落として見てる感じね自発的になんかすごいね
このお尻のところのピリピリ感っていうのがね、非常に魅力的なアクションを出してくれてるなぁなんていう風に感じました。まあ、こんな感じでスカッパのカラーね、こんなカラーがあと3本あるのと、あとまあこんな感じの定番のスモークに、黒と金ラメ銀ラメみたいな感じのね、クリアウォーターなんかで使いやすそうなこんな綺麗な色味ですね。こんなのもあって、それとね、あとこれね、個人的にはね好きなんですけども、ピンクですね、薄いピンクにね、青ラメ黒ラメ銀ラメかな、こんな感じのまあ小さなねラメがね、すごい均等に綺麗に配置されていてね、こんな感じのドープクローラーってワームなんですね。これでまあ使い方テキサスリグとか、あとはダウンショット、あとノーシンカーなんかでもね、このすごいねシャクトリムシみたいになりながらダンダンって感じでね、すっ飛んできてくれるんで、あとね自重が結構あるんで、ノーシンカーなんかでもすごいよく飛ぶんでいいですよなんか言われて、まあ自分はね、とりあえずは猫リグで使い込んでみようかなっていうことで、今回もね猫リグで、1日使ってみたんですけども、重さって何グラムぐらいあるのかな、これね、まずね釣った時ね、このネイルシンカー入りでこの針でセッティングすると何グラムでしょうか。6.3グラム、まあねスピニングで使ってちょっと重いぐらいですけどね、ベイトフィネスなんかで使うとちょうどいいぐらいのね、まあここのネイルシンカーね、0.9グラムとかもっと軽くすればもう少し、軽やかに使えるのかなと思うんですけど、今回はストンってちょっと落としたかったんで少し重めの重りを入れております。じゃあ単体では何グラムでしょうか。4.5グラムですね。まあねこれね非常に、使いやすい、塩がいっぱい入ってるからかな、非常にね投げてる感じはまあ猫リグだったんですけども、非常に程よい重さでピンスポットにスパンスパン入っていってくれるなぁなんて、そんなイメージがありました。というわけでまあ来年のそうですね、聞いたところだとキープキャストぐらいでですね、ブースなんかもできれば出して、デビューしたいっていうことで、そのデビューに向けてですね、今いろいろな準備ね、ワームのプロトタイプね、こういろいろね人に渡してちょっと感想を聞いてみたりとか、 あとはですね、まあ SNS とかを使って、デビューしていくよなんてのをね、ちょいちょい頑張ってアピールしてきますなんて感じでおっしゃっていたんで、サニープロスっていうメーカーですんでね、今回はねこれ提供してもらったんで、それでちょっとね試しにやってみたっていう感じなんですけども、今後もねちょいちょいねチャンスがあったらね、どんな感じなのかななんていう風に投げていこうと思いますので、なんか使ってんなと思ったら、この今説明した、サニープロスの、ドープクローラー、あとねもう一種類ねワームがあるんで、そっちの方も使ってみようかななんていう風に思っております。というわけで本日の釣り子 TV はですね、夏の三島湖に行って、でねサニーブロスのこのドープクローラーね、これで猫リグやったらでっかいバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。